ダナ・ターナーはアメリカ合衆国アイダホ州出身の女優。タイトなセーターでグラマーさを強調したセクシー女優。セーターガールという愛称でスターになった。本名はジュリア・ジーン・ターナー。養父母のもとで育つなど家庭環境は複雑だった。15歳の時にハリウッドのアイスクリームパーラーで見出されメトロゴールドウィン・ベイヤーと契約。 1937年から早くで映画に出始め、徐々に頭角を現してゆく。第二次世界大戦中には最も人気のある、ピンナップガールだった。1946年、郵便配達はニドベルを鳴らすに、出演、愛人をそそのかして、自分の夫を殺させる悪女を演じ、スターの座を不動のものにする。プライベートでは7人の男性と結婚し、クラークゲーブルや、 タイロン・パワー、ハワード・ヒューズ、フランク・シナトラをはじめとする多くのボーイフレンドを持ったことで有名。ショーン・コネリーとも愛人関係にあった。また1958年には彼女の娘シェリルが当時のラナの愛人であったジョニー・ストンパナートを刺殺するという事件も起きており、スキャンダルの多い女優であった。事件はシェリルの正当防衛ということで無罪となり、事件後のラナは 母物メロドラマの主役としてイメージを転換した。8度の結婚と離婚を繰り返し、長い闘病生活の後死去。74歳没。ありがとうございます。